大会組織委員会は主に競技の運営などをサポートする大会ボランティアの応募者が20日の時点で8万1035人となり募集人数の8万人を突破したと発表しました4割が男性6割が女性でしたまた応募者のうち44%が外国人でした外国人の応募が4割を超えたことについて 組織委員会の武藤事務総長は予想以上に多いという実感はあるどれくらい日本語が話せるのかなども加味していきたいと話しました一方東京都の都市ボランティアの応募は21日の時点で1万5180人にとどまり募集人数の2万人には届いていないということです都は来月5日としていた締め切りを21日に延長して 参加を呼びかけています。